皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。グランツリスモ7の時間です。ということで GT7 は10月3日にアップデートが実施されまして、皆さんはもう追加された3台の車すべて購入されましたでしょうか。私は本日2台目の購入となります。1台目はやはりこの車と決めていたのが、こちらの2024年モデルのGTR プレミアムエディション T スペックということでね、いやもうなんと素晴らしい車か、 GT7 の世界で堪能しております。ということで本日は別の車、2台目の車を堪能しようと思います。何やらとんでもないカスタムができるということで、本日早速やっていこうかなと思います。この素晴らしき GTR は今日は登場しませんけども、もしかするとノーマルのこの GTR を超えるある車が誕生するかもしれません。ということでまずはディーラーの方に行ってその車を購入したいと思います。今日からサクサク工務店を始めます。株式会社設立してきました。法務局に行って書類提出登記してきましたよ。記載事項全部証明書もらってきました。サクサク工務店本日スタートということで、早速事業用の車、会社の車を購入しないといけないということで、こちらのトヨタハイエースバン DX、 こちらの車購入したいと思います。工務店っぽい色、どの色かな、なんか黒ってハイヤーっぽいんですよね。はい、工務店っぽいですよね。白にしましょう。これが一番ザ事業用って感じですよね。はい、では改めて説明の方を聞いて、さらっと車図鑑で勉強してカスタムしていきたいと思います。収納力、使い勝手、堅牢性、商用車には多くの条件が求められますが、そんな中60年近くにわたって世界中で活躍しているのがトヨタのキャブオーバー型商用車ハイエースです。このハイエースは2004年に登場した5代目モデル。 DX グレードは日本の5ナンバー規格に合わせ開発された標準的な車体サイズのベースグレードです。最大で9人が乗れますが、シートを畳めば広大な荷室が出現。隅々まで無駄のないこの室内空間もあって、キャンピングカーのベース車としても大人気です。いや早速購入しましょう。さあサクサク工務店でございます。でもドライバーは我らが角田裕毅選手、かっこいいですね。それではまずハイエースの素晴らしきエンジン音をお聞きください。さあということで、先ほどちらっと映りましたけども、こちらは DX ということで座席スペースが広いモデルになってますね。後ろ2室がありましたね。で他には GL って言ってね、車内での移動とか通路スペースが広い、まあ完全な送迎バスみたいな、なんかそんなモデルとか、あとはグランドキャビンって言って、まあロング仕様みたいな、空間がすごく広いやつ、まあそういったものがありますよということで、今日はこちらの車をですね、完璧なる魔改造やっていこうかなと思います。サクサク工務店は全世界一瞬で駆けつける、どんな工務店にも負けない速さ。さあサクサク工務店いざ出動の前に、一応ノーマルでエンジン音を聞いてみたいと思います。角田選手よろしくお願いします。遅すぎて全部カットしてるかもしれない。さあリプレイなんですけども、どうでしょうかこの素晴らしい音。うん、いい、すごくいい。
これ何やこれ、ただ現場に向かってるだけやないか、これ普通に会社の車が現場に向かってるだけやないか、ただ普通に高速道路走ってるだけや、ドライバーが角田選手っていうことぐらい、それがすごいけど、ただ現場に向かってるだけやん、これただの車やわ、あかんあかん。それでは魔改造する前に車図鑑で勉強しておきましょう。人から物まで多様な移動を支えるキャブオーバー型商用車、1967年の誕生以来、優れた使い勝手と耐久性で世界中から支持を集めてきたトヨタのキャブオーバー型商用車ハイエース。2004年に登場した5代目の H200 系は、時流に応じたアップデートを重ねながら現在まで作られ続けてきたロングセラーです。用途やシム基地ごとに多様なグレードをラインナップします。こちらが先ほど申し上げました DX であったり GL であったりグランドキャビンであったりというところになりますね。エンジンは2リッターと 2.7 リッターの直列4気筒ガソリンおよび 2.8 リッターの直列4気筒ディーゼルが搭載されています。長さは4695、幅は1695、ロング調の標準幅ボディに高さは1980、標準ルーフを組み合わせたベーシックなグレードです。パワートレインは2リッターガソリンエンジンプラス6速オートマ、後輪駆動の 2WD、 ボディ右側にスライドドアを持たない4ドア仕様ですね。こちらは4ドア仕様になります。最大9人の乗員が運べるんですが、2列目と3列目のシートを畳めば奥行き2435という2室空間が生まれ、大量の荷物を積み込むことができます。ということで、まあこの辺はね、カスタムすることはできませんので、内装はね、はい。ということで早速どんなカスタムができるのか見ていきたいと思います。まず大前提にエンジンスワップができるということで、しかもエンジンスワップ3000万円か、すごいな。というかその前にワイドボディがあるぞ、これ気になるな。ワイドボディってそもそもできるんですか？何が違うん？これどこが変わってんねんこれどこが変わってんのこれ。まあおそらく少し気持ちボディがワイドになってるだけかな。全然変わらへんや、見た感じ。これは分からへんで、はい。まあこれはしませんけどね。ということでエンジンスワップやっていきたいと思いますけども、あー LS7 か、何のエンジンだろうと思ってたんですよ。3000万円って、これブガッティとかではないけど、まあ3000万円でエンジンスワップでいきますよということで、うーわ排気量すっげー、3倍以上か、えぐいハイエースになるな、これ 8000cc ですよ。すごいわこれ。まあおそらくこれを入れることによってある程度カスタムの幅が狭くなりそうですけども、おそらく一番速いハイエースできるんで、早速これやっていきたいと思います。はい、ではエンジン同士絶対当たってるんですよね。ええ音するやんこのハイエース、これぞハイエースやで。それではこのままカスタムしていきたいと思いますが、どうでしょうか。まずフロント、どんなカスタムがあるんでしょうか。おお、かっこいいかっこいい、いい感じやん。タイプ AB なかなかいけてるで。これサイドはタイプ A タイプ B、 まあそんなに変わり映えしないかなっていう感じですよね。タイプ B の方がえらいすっきりしますよね、中ね。はい、どんな感じ。リアはリア、タイプ A、 B、いや違うねんな、やっぱこのミラーが欲しいんよな。このミラー欲しいんですよ。見た感じもう完全に営業車やんっていうのが欲しいんですけど、いやでも魔改造するにはやっぱりタイプ B とか入れた方がいいよな。ウイング、これ想像つかんけど、あ、まあまあまあ、これはまあその辺ありそうな感じですね。はい、ではちょっとねカスタムしたいと思います。フロントどっちがいいかな、これ、まあ、タイプ B が少し好みかな私は。はい、タイプ B でカスタムしていきたいと思います。サイドもじゃあタイプ B で合わせましょうか。タイプ B で合わせて、リアもタイプ B にしたいけど、リアはあえてこれ、いやダサいかな、あのミラー欲しいんですよ、ミラーこれこのミラー欲しいんだけどな。いやどうしようかな、もうあえて B で揃えてみるか、今回揃えようか一回ね。ウイングタイプ B にします。はい、これで一旦外観は終わりなんですけども、ちょっと肉厚な感じになりましたね。ホイール変えましょうか。その他何かありますか。ライトバルブ、これもちろんスーパークールでいきましょうね。はい、そしてナンバープレートもナンバーレスでいいやろ。フロントはもうナンバーついてへんで、営業車やのにナンバーないでみたいな、もうそれでいきましょう。はい、これでいいでしょう。タイプ A フロントレス、
はい、これが一番いいかなという感じですね。でフロントグリルなんですけど、これ変わるんだ、あ、変わるんですか、いやミラーが変わるのか、ミラーはもうあえてこのまま行こう、はい、ミラーはミラーはあえてこのまま行こう、はい、ではホイールですけども、ホイールちょっと変えたいけど、あえてホイール今回はこれでいくか、いや BBS とか履いてもいいかもしれんな、あえてちょっとかっこいいやつ、この辺ちょっとやっていきましょうか、この辺ね、ちょっとかっこいいやつちょっとはめてみましょう。これで標準何インチまでいけるのこれ、あ、結構いい感じいける、救急車みたいな感じでいい感じいけるね、バランス的にはこれ多分18インチぐらいが一番いいですね、これ18インチぐらいが一番多分バランスは合うけど、あえて19にしましょうか。はい、これももちろんワイドにしましてですね、これで標準サイドで、これもワイドにすることによってひっくり返りそうやなこれひっくり返りそうやわ、これかなり危ない車やわ。それでは早速チューニングなんですけども、エンジンスワップをすることによってある程度制限がかかってしまいます。はい、ということでアルティメットでカーボンプロペラシャフトと、ターボチャージャーの超高回転型入れることができますね、これちょっと入れましょうか。あともう必ず車高の方は調整しますんでね、1250馬力になりますよと、ああ、いい感じですね。でエクストリームでカーボンセラミックブレーキ入れましょう。その後やっぱこのナイトロシステムも入れた方がいいんですよね、やっぱり世界最速のタイムで現場まで行かないといけないので。あとどうでしょうかね、あとまあちょこちょこっといじるところ多分ないと思うんですよ、レーシングブレーキパッド入れるくらいか、あとこのフルカスタマイズサスペンション入れるぐらいで、そしてレーシングクラッチ&フライホイールですね、これですね、これぐらいしかもう多分ね入れるところないんですよ。軽量化ももう全部決まってますから、あとレーシングタイヤソフトですね、これでもうめちゃくちゃ速いのできましたよ。ということで一応カスタマイズが終わりまして、軽量化も3までできたので3まで行いました。 7816cc で一応こんな感じですね、車両重量1298、1300キロ切りました、最高出力1250馬力、パワーウェイトレシオは 1.03 ということでほぼハイパーカーでございます。さあ、あとはですね少しだけチューニング行ってですね一旦走ってみたいと思います。完成いたしました、サクサク工務店の営業車両第1号会社の車ハイエース、いや素晴らしい魔改造を行いましたよ、これすごい車じゃないですか、 7800cc 約 8000cc ですよ、これ内装が全く変わらん、カーテンとかつけたい、フルスモにしたい、いろいろしたいことがあるんですけども、もういっそのことこれもうシート全部剥ぎ取ってめちゃくちゃ軽量化したいですよね。そして BBS のホイール履いて、カーボンセラミックブレーキ、ブレンボ製ブレーキキャリパーは赤、もう完璧やないか、完璧やないか。でこのミラーだけはこだわりです、ミラーだけはこだわり、リアのミラーは取っ払ってしまいましたけども、フロントのミラーはもう営業車両をねアピールしないといけません、バンパー分厚いんで、まあでも救急車のね、救急車のカスタムしてますから、まあそれと似たような感じですけども、さあ、こちらの車は一体どんな音がするのか、どこまで速いのか、少しだけ確かめてみたいと思います。それでは魔改造を行ったトヨタハイエース、エンジン音を聞いてみたいと思います。走行性能やいかに。めっちゃええやん、ちょっとのけぞってる感じするけどな、加速の時でもね、フロントの車高は限界まで下げて、リアはちょっとね均衡が保てるようにちゃんとしてるんですよ、これだから前かがみになってるんですよね今ね、はい、で加速してもこうなんか平行を保てるようにカスタムしてるんですね、これだいたいこういうワンボックス系っていうのは前後同じように車高を調整すると後ろにのけぞってしまうんですよね、はい、なのでまあこういった形で少し、カスタムをしてみました、はい、こんな感じで少しね少し前かがみになってますけども、いやいいやん、かっこええやん、これええやん、世界最速の営業車やで、これ皆さんお疲れ様でした、サクの部屋に帰ってまいりました、お帰りなさい。
ということで、世界最速の営業車両ハイエースが今ここに誕生いたしました。今後ともサクサク工務店をどうぞよろしくお願いいたします。何でもご用命ください。さあ、いや本当ね、素晴らしいですね。まあもちろんね、エンジンスワップをしてしまったので通常のカスタムはできなくなってしまったんですけども、通常のカスタムよりもおそらくこちらのエンジンスワップの方が明らかに早いので、まあやっぱり早い方がいいですよね。車というのは早いに越したことはありません。もちろん快適性もしっかりなんですけども、やはりいいですよね、速さというのは。ということで、まあ、何を言ってるのかよく分かりませんけども、次回ですね、あの企画が帰ってきます。はい、何の企画か分かりませんけども、思いっきり楽しみたいと思います。まあ、この魔改造のハイエースがどこまですごいのかというのをね、実際に試してみたいと思います。まあこれもね、リバリーとかやろうとしたらもう本当に営業車両みたいなリバリーになるのか、それともどうなのかな。どういうリバリー作ります？皆さんだったらどんなリバリーされてるんですか？まあ後で見に行ってもいいかな。はい、まあいろいろちょっと勉強してみますけども、次回はね、あの企画やっていきたいと思いますんで、ぜひご視聴よろしくお願いいたします。この車か GTR かそれともランエボか何か分かりませんけども、思いっきり楽しみたいと思います。ということで皆さん、今週も1週間お疲れ様でした。そして土曜日曜がお仕事の皆さんも頑張ってください。ということで本日も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。新作の部屋のサクでした。